マリア・パブロブナは、帝政ロシアの女性皇族、ロシア大皇妃。皇帝アレクサンドル2世紀の三男、ウラジーミル大公の妻。ドイツのメクレンブルク・シュベリーン大公家出身で、ドイツ語名は、マリー・アレクサンドリーネ、エリーザベト・エレオ・ノーレツー・メクレンブルク。家族内の愛称はミーヒエン。いならぶ、大皇妃方の中の第一人者と言われ、義手のマリア・フヨードロブナ皇后とは、 帝政末期のロシア貴族社会における影響力の大きさをめぐって競い合った。メクレンブルク・シュベリーン大公フリードリヒ・フランツ2世と、その最初の妻で、ロイス・ケストリッツ公子、ハイン・リヒ63世の娘であるアウグステの間の、第3次、長女として、ルートビヒスルスとジョーで誕生。最初、同盟のまま母、マリーの親類である、シュバルツ・ルード公、ゲオルク・アルベルトと婚約していたが、 またいとこにあたるウラジーミル大公と出会うと、すぐさま破棄した。ウラジーミルとの婚約が成立した後、マリアが政教への改修を拒否したため、結婚するまで3年を要した。結局ルター派のまま、ウラジーミルと結婚することが、岐阜の皇帝に許され、1874年8月28日に結婚した。彼女は、生涯のほとんどをルター派で過ごしたが、後年、長男、 キリルの定位継承の見込みが高まったと見るや、彼の定位継承権を有効にするべく、政教に改修している。宮殿通りに立つ壮麗なウラジーミル宮殿の女主人となったマリアは、帝都で最も洗練された、社交界の女王としての名声を得るべく、精力的に社交に明け暮れた。ギャンブルに、目の内大公費は、老いの皇帝ニコライせ世の禁令を無視して、指定で、 ルーレットやバカラの賭博を続けたため、一時宮中への出入りを禁じられたこともあった。公務の上では、1909年死去した夫から、帝国美術アカデミー総裁職を引き継いだ。ニコライ二世の治世末期には、マリア・パブロブナのサロンは、帝都で最もコスモポリタンで人気の高い社交場との評価を得ていた。傲慢な大公費と皇帝夫妻の間柄は険悪だった。 他の皇族たちと同様、マリア・パブロブナも、また、1915年8月に、ニコライ2世が自ら、ロシア全軍の総司令官となり、政務をアレクサンドラ不要ドロブナ皇后に委ねると決断した時、旧秩序の崩壊を憂えて、これに反対した。1916年の冬から1917年の年明けにかけ、マリアが自分の息子たちを引き入れて、 皇帝に対するクーデタを起としているという噂は広く知れ渡っていた。その計画は皇帝を退けて病身のアレクセイ皇太子を当局させ自分の長男キリルもしくは前総司令官ニコライニコライエビチを摂政に据えるという内容であったとされる。この計画を裏付ける資料は存在しないが国会議長ミハイル・ロジャンコはマリア・パブロブナが 当時、皇后を破滅させてやると息巻いていたと証言している。マリア・パブロブナは、ロシア革命勃発後も、長男キリルが皇帝となる可能性を諦めきれず、1918年まで、正常不安の色濃いカフカース地方に、下の二人の息子と共に泊まっていた。ボリシェビキ勢力がカフカースに迫ると、一行は、釣り船で、国会北岸の港町、アナパに脱出した。 ここで彼女は、次男、ボリスのロシア出国に同行するのを拒否し、14ヶ月にわたって、アナパに滞在した。この間、イスタンブル経由で脱出するチャンスもあったが、トルコ入国時にシラミクジョの検査、処置を受ける屈辱に耐えきれず断念した。しかし、白軍の将軍からの配色濃厚との連絡を受け、ついに出国を決意する。1920年2月13日、 大公費は三男アンドレー。その愛称、マチルダ・クシェシンスカヤと二人の間の息子ウラジーミルに伴われ、ベネツィア行きのイタリア船舶に乗り込んだ。ベネツィアからスイス経由で、北、フランスに移るが、そこで体調を崩した。1920年9月、ロレーヌ地方の保養地コントレクセビルに借りていたビラで、家族に見守られながら66歳で死去した。1920年の年初に、 国会沿岸のノボロシースクで、偶然、マリア・パブロブナと再会した名織がアレクサンドロブナ、大公女は、おばの姿を次のように記憶している。彼女は堅くクナに過去の映画の名残を止める、装飾品で身を包んでいた。言葉に表せないほどの危険や困難を経験し、幾分余あたりの知恵もついたようだ。白軍の将軍たちに一代の入馬者と老馬を、用意してもらい、ミーヒエン叔母はここまで。 入魔者に揺られて長い旅をしてきたのだった。もちろんボロボロなのだが、それでもおばが自分で苦労して手に入れたものだった。私は生まれて初めておばにキスすることに嫌悪を感じなかった。ウラジーミルティアラをつけたマリア・パブロブナ。1908年、マリア・パブロブナは宝石の収集に情熱を注ぎ、そのコレクションは世界的に有名だった。収集品の中には、 エカチェリーナ2世の所有していた100カラットのエメラルド、フランス皇后、ジョゼフィーヌの所有していた5カラットのルビーなどが含まれた。ロシア革命後、大公費の一家と親しかった、イギリス人美術賞、アルバート・ストップフォードが、火の貴重な宝石類を宮殿から運び出し、密かにロシア国外へ持ち出して救出した。マリア・パブロブナの没後、その宝石類は、 彼女の家族の亡命皇族としての生活を維持するための資金源となり、売り払われた。購入者のうち、ロマノフ家の宝飾品を買い漁ったことで有名なイギリス王妃メアリーは、ウラジーミルティアラを入手した。これは、真珠がついたダイヤモンドの缶の連なりで構成された豪奢なティアラで、現在はメアリーの孫娘エリザベス2世の頭上を飾っている。 ティアラのフレームは大公費所有時は金製だったが、現在のフレームは、ガラードのプラチナ製のものに変えられている。ギリの名の一人ルーマニア王妃マリアは、カルティエ製のココシュニック型のサファイアのティアラを買い取った。長女、エレナのギリの姉妹にあたるギリシャのアナスタシア王女は、ルビーのパデュールを購入した。大公費のコレクションの一部を買い取ったもののリストには、女相続人のバーバラハットンや、 女優のエリザベステーラーも含まれた。マリア・パブロブナと成人した4人の子供たち夫との間には5人の子が生まれ、うち3人の男子と1人の女子が生育した。最年長の息子キリルは、おばのエディンバラ公爵夫人。マリア・アレクサンドロブナの娘、ビクトリア・メリタと結婚した。ロシア正教会が、いと婚を禁じている上、彼女は、ニコライ2世の妻アレクサンドラ皇后の兄の元妻で、 あり、皇帝は、この結婚を許可せず、罰として、キリルの皇族身分を剥奪した。これは、ウラジーミル大公一家と皇帝一家との関係悪化を引き起こした。しかし数年後、帝継承に不安を覚えた皇帝は、キリルの結婚を認めて、皇族身分に戻し、継承順位第3位に服させた。キリルの孫娘マリア・ウラジーミロブナが、異論はあるものの、 現在のロシアの転移請求者とみなされている。ありがとうございます。